お聞きになればわかりますけれども、宮中科学とか、いろんな科学ありますけども、ちょっと違うんですね。歌が中心ですから、歌が古来から日本に伝わっている歌に彼が歌をつけたわけですから、ほとんど歌ですから、なかなかちょっと違うかなと思われる方もいると思います。それでも、真っ白オリジナルの曲を3曲やって、最後は絵天楽をやるということで、今日は行きたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは初めに、大和大五郎ですね。これは古くは長野北高といったか、長野中学といったか、その時の校歌であったと言われています。で、その120年の記念の時に呼ばれまして、演奏はしてまいりました。これを初めに大和の頃やります。よろしくお願いします。
まあ、すごく早くわけじゃないんですが、だんだん早くなっていくんですね。最初ゆっくり出て、まあ、その時に相当早くなっちゃう時もあるんですけども、あれ間違ってんじゃないかと思います。まあ、早さに関してはそういうことになってますんで、お許しをいただきたいと思います。それでは富士を2曲目にやります。お願いします。光の帯で
道です。松代科学のオリジナルって今日は、3つ目が最後ですが、ソノーの梅をやります。紹介その他あるんですが、今日は先まして、先ほど申し上げました、絵伝達をやってみます。できれば楽器紹介していただけませんか。簡単でも結構ですので。何ですか。まあ、じゃあちょっとやってみ、急で悪いのそこにはできるのは、せっかくだから、楽器紹介していただけませんか。はいはい。
はい、まあ、ちょっとまたいつかの機会にお願いします。時間が、まあ、あまりない中でやってますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ、ここで 2,3 分コトンを超買いました。もうできちゃった。はい、やろ。
ありがとうございました。私ども今日のあれはここで終わります。ちょっと全般にいろんなことがあったもんで、まあちゃんと
とできたかどうか心配なんですけれども、なんかどっかでまた楽器紹介もどっかでまた11月3日は必ずやってますから、創立してから20年間ずっとやってますんで、学校の主任が学校の方に来ていただければ、やってきます。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。